えと今日はです、ね、またちょっとアクティブラーニング、少しちょっと難しい目のアクティブラーニングです。前回の回の予つよりは単純じゃない、少しこう思考力を要する、えー、アクティブラーニングで、まあ、私がここまでいったら10だなっていうところの、大体やっぱり毎年1コースの5か6ぐらいまでしか到達できない、8ぐらいまでいったらすごいぞっていうような、そこまで深く考えられますかっていうようなアクティブラーニングになります。えー、どういうものかというと、ですね、えー、とちょっとじゃあ、まず版作ってもらおうかな。 さて今日の「アクティブ・ランニング」はですね、えー、見ていただけると、まあ、いよいよ秦の始皇帝の時代に入っていきますでご存知の通り春秋戦国時代の乱世をですね秦、えー、の始皇帝が、まあ、キングダムの時代ですが勝ち抜いていき中国の統一を果たしますでじゃあ中国統一した後に始皇帝って何するのっていうのを考えていただければと思います これは1学期にあったアクティブラーニングのアケメネシッションペルシャーのものを踏まえますが、もう一歩先行きます。あの多分それを踏まえて、こうやったんだろうなって、皆さん書きますので、私が回って、じゃあこれってどうなのっていうようなところを一つ投げかけますので、そこでもう一つ深くですね、えー、考えていただければと思います。まあ、Don't Feel, Think ですので、感じるな、考えろっていう、こブルース・リーの言葉の逆ですけども、えー、それをちょっと考えていただければと思います。ではどうぞそれぞれ、えー、話してみてください。 まずポイントはやっぱりあの統一したってことだよね。中国の全土を統一をして、じゃあそこで何をするのか、なぜそれをするのか、思考帝になったつもりで考えていただければと思います。ちょっと答え合わせ用に先に書いておきますが気にしないでください。あの答えは全く入りませんので。統一した後だよ。 統一が完成した、じゃあ、どうしようかっていう。まず、そう、大きなポイント出てくるのは。バラバラだった国を、ね、新創生延長期間という七か国があったものを。一つの国にしていくってことですね。その過程で、どんなことが必要になるのかっていうのを、まず考えてほしいですよね。いろんなものが。 ね、領土だけじゃない国だけじゃないものの統一が必要ですよね軍隊なしなるほどなるほど、うん、なるほどもう非,非武装にすると、うん、ああなるほど刀狩りみたいなもんか<ー>一種、うん、なるほどねうん もちろんじゃないですすか、うん、さああこのの議論は大きく2つの方向性があります先ほど言った通りバラバラの国を統一をしていくわけですがその統一を厳しく統一するのか緩い部分を残すのかどちらがいいかということです。でまた領土が広いわけですよね。そうするとアケメネスチアペルシアのサトラップじゃないですけども。 ある程度の分割統治というのは必要になってきますがそれを地方文献的に任せた方がいいのか中央集権的にも中央から命令を送って統治する方向にするのかどちらがいいと思いますかさあ今日は難しいですよちょっと理由が欲しい理由根拠根拠はね自分たちで考えてほしいんですね。 厳しくするでもいいし、緩めるでもいいし、中央集権でもいいし、地方分権でもいいし、じゃあなんでそれが必要なのか。その根拠をねは、ぜひ話してほしいんですよ。あとはじゃあ国内がすでにですね、統一されたわけだよね。じゃあ外国との関係どうしますか国内が統一されたら、じゃあ国外との関係、外国との関係でどうしますかね まあ分割はするけど、地方ののの責任任任者にせせるのか、かないとりあえず、中央の命令聞,聞けと、この言うとおりにやれっていう,うにするのか、ある程度、そっちでやってっていうふうにするのか、どっちがいいかだよね。じゃ命令を下すんだったら、じゃどういう方法で、どういう方法で中央集権的にするのか。 あーそれ言っちゃうと、この骨が見えちゃうから、うん、いい質問だけどね、非常に。どうなんでしょう、<laughs> どうなんでしょうかね、反応気にしないで、反応気にしないで、どうなんでしょうかね、いいと思うよ、はい、じゃあ終わりにしてください。本当はですね 発表もし,たしてほしいんですがちょっと、ね、答え合わせの時間が欲しいですので1、えー、回じゃあ戻してもらおうかなこのままじゃあ答え合わせを少しプリントを使いながらしていきたいと思いますので、えー、机の方をちょっを戻してください授業の体制にしてください、えー、プリントの括弧の中を、ね、埋めながらあ芯がどういう政策を行ったのか思考の統一政策というのを、ね、確認していきたいと思うんですがまず基本事項を確認しておきましょう括弧を埋めてください えー、戦国の支柱である秦という国が、えー、紀元前の221年、ここはまあ語呂合わせともあるんですが、今日は時間がないので、えー、次回の金曜日に、ねえー、もう少し補足の画像を見せたりとか、あ語呂合わせとか補足の話をしていきますが、今日はちょっとね、えー、全体的な答え合わせの方を、ね、中心にしていきたいと思いますが、秦、えー、は紀元前221年、中国を統一いたします。で えー、統一した王様誰ですか新王の名前は「せと言いますこの「せというのはキングダムを読んでる人はおそらく「永聖という,ような言い方を、ねえー、知ってる人いるかもしれませんが「まあ、永聖かもしくは「長聖という言い方もあると思いますが、まあ、どちらも、えー、教科書には載っておりなくてですね基本的には「こせい」という一言で大丈夫ですでここだからねそうすると今までの王様よりも自分は上だって当然考えるよね だから、王の上の称号を作っていくんですよ、それが皇帝です。で、自分自身が最初の皇帝、始まりの皇帝だから、始皇帝というふうに名乗っていくんですね。ですから、この新王の姓と始皇帝、もちろん同一人物です。だからね、皆さんの視点としてもう一つ欲しかったのは、前の明美の詩のときはまだちょっとあったと思うんですけど、統一の象徴というか、権威づけ。 どのように自分がこう偉いんだこの土地の一番の支配者なんだってことを示していくのかっていうそういう視点がね一個あってもよかったのかなというふうに思いますそして、都の場所はですねこれ読み方、乾燥の乾の,の下の心がないものなんですが関陽という場所を都にしていましたこの関陽という場所ですね地図問題で大事なところなんですがどこにあるかと言いますとちょっと簡単にここ書いてきましたけれども。 黄河のこの独特の流れがありますよねこの膨らんだで、えー、伊水というこう、えー、支流がありますけども関陽っていうのはね、伊水の北岸ですここねあのー、前回のところでやった、えー、州の光景ちょっと小さくてください州の光景って南じゃないですか伊水の南だったんだけどその対岸です関陽は伊水の北岸の方にあってこれね北岸の方がねみ 水の,あの確保難しいんで本当は南の方がいいんだけどなんか北の方にですね軍事的な要塞の意味もあって、えー、都を置いたというふうに言われてますが、えー、伊翠の北岸の方にございますここまでがまず基礎的な知識ですね、えー、新という国のお、まあ、建国者というか統一者と都の場所を抑えておきたいと思いますではここからが政策の方なんですがまず始皇帝こう考えます 長く続いた春秋戦国の乱世をようやく終わらせたもう二度と乱世にはしたくないわけだよねそこでいろいろ統一していくわけですがまず領土の統一を図っていきますなんで春秋戦国の乱世になったのかそれは州という国が諸侯に宝土土地を与えてある程度好き勝手にさせたから諸侯が自立していたと考えるわけですねそこで諸侯に領土を与える封建制やめますもうお前ららに土地やらないと 全部俺のもんだということですべての領地を皇帝のものだというふうに考えていきますつまり地方文献が中央集権で言ったらどっちなの完全中央集権に行くんですねこれお前いいこと言ったあの前に失敗した二の前を避けるためその通りなんですよこれ春秋戦国の乱世の二の前を避けるために中央集権的な形で地方にこう権力を譲らないっていう方法を取るんですねじゃどうやってやるんですかっていうとこういうことです全国を軍に分けます。 どういうことか、まあ、中央に皇帝がいるのは間違いないですね咸陽に皇帝がいる今までは土地を各地にこう分けていって好き勝手にやらせていたわけですが全部もう土地やらねえよと俺が全部支配するよってことでせめて皇帝の土地にしますが当たり前ですが、えー、広い土地を1人で管理することは無理ですそこで各地に軍を作っていきます。 で中国の場合はあ日本の場合はさこれ比企軍とかありますけど、えー、軍が集まって、えー、市町村が集まって県になりますよねだ軍よりも県の方が大きいでしょう中国逆なんですよ中国は県が集まって軍になります県よりも軍の方が大きいのでちょっとそこは、ね、注意が必要なんですが各地に36個の軍、まあ、この36個の軍が一体何軍だったのかというのはまだ研究が進んでないんですけど、えー、軍が各地にバー作られます で、そこに、えー、何をするかと言いますと、えー、そこに支配を任せることはしません。知事みたいなのを置くんですが、中央から何かを派遣していきます。プリント5000行っもいいかもしれません。何を派遣するか。管理です。管理って何まあ、官僚って言い方もいいし、管理、官僚言い換えられると優しく言うと うん、役人ですよね。この管理というのは役人のことです。中央から役人を地方に派遣していて、中央の命令を伝えていきます。で先ほど言った通り、中国というのは言語が未だに統一されていませんので、言語で、えー、これあの命令を伝えるのは無理ですから、まずこれ何を統一するかというと文字を統一するんですよ。文字を完全に統一して、えー、真の文字をね、この文字もね、あの議論があったと思うんだけど、共通言語を作るわけじゃないですね。共通の文字を新しく作るんじゃなくて。 真の文字を全部使わせるんです、ね、真の文字を各国にこう強制してそれで統一をしていきますでこれ注意点がありますこれ役人ね絶対地元に送んないんですよ出身地には絶対送りませんなんでかっていうと癒着するから地元でなので自分の出身地じゃない見知らぬところに送ってそこに中央から命令を送って実行させますいわゆる中央集権的な体制を作っていくんですねでこれね23年で転勤するんだよね つまりさそこに1回送られても15年も20年も支配してたらだん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 癒着して好き方をやりやすくなりますよね。そうしないように点々とこう、ね、軍を移していってあの定着しないようにするんですね。そういう形で,です、ね、常に中央に権力が集まるような体制を作っていくということでこの支配体制のことをです、ね、何というかというと封建制に対してこの制度のことを軍権制というふうに言います。これは要要ママーーククだね完全に重要マーク あの学年末で出ないはずはない、えー、まあここも用語も大事なんだけど一つはこう理解のポイントね封建制との違い封建制がある程度任せていたのに対して軍権制は中央集権的ですよってとこがポイントです完全に皇帝の命令が地方に行き渡らせるような方法に変えていくんですね好き勝手にやらせないということですこれである程度こう支配の方向性が見えてきますよねだから このところなんかは要するに全部逆なんですよ。す <laughs> べてこう厳しい方、厳しい方で考えていくとあの逆に真の統治方法というの見えてくると思います。続いて海外との関係です。海外との関係でいうとこれ実はね、えー、国内が統一したから海外とは交易を行った、もうもちろん交易も行ったかもしれないんだけど、こ世界史あるあるでね国内が固まったらね絶対外に行くんですよ。 国内が固ままっったらさらさに領土拡大で海外へのの進出いいうのを必ず行っていきます。例えば何をしたかというと南の方ですね、江南というのはまあこれはあの長江下流域のことですが江南からベトナムまでの広大な領域を征服していきましてそこに新たにやっぱり軍を置いていきます。例えば南海軍という軍が置かれていくんですが南海軍など3軍を置いて領土を南の方に拡張していきます。 えさらに北の方にも拡張していって、えー、例えば北方ではですね、将軍のこれ読み方は難しいと思うんですがまあ総計レベルですけど盲、ね、点と読むんですけどキングダム読んでれば分かる人ですね。盲、え、点、ー、に命じてです、ね、北西のオルドス地方っていうところオルドスどこかというとね、まあこれも総計レベルなんだけどここす黄、ね、河の,の独特の膨らみがあるんだけどこの部分ここオルドスっていうんですね。 このあたりに、まあそのに漢陽から北の方にですね、えー、攻めていって領土を拡大していきます。で、この地域に何がいたかっていうと、実はこの地域にいた遊牧モッ民族が、あーローマ史でも出てきた皆さんご存知の強盗なんですね。で、この強盗なかなか強いです。強盗がなかなか強いので、この強盗に備えて。 馬で入ってこれないような彼ら何で強いかというと馬に乗ったまま中国に侵入してこれないようなある独特の仕組みを作っていきますじゃあこれがそうですね万里、えー、の長城しかしこれ始皇帝が一から作ったわけじゃありません戦国時代に蝶とか円とかまあ実は神も作ってたんですけど、えー、細々と作っていた防壁を、えーえー、修復してつなげていきまして いわゆる現在残る長城万里の長城を完成させることになります。ここはちょっと見せたい写真等があるんですが今日はちょっと時間がありませんので次回に回していきたいと思うんですが万里の長城を建設していくことになるわけです。もちろんこれは強度に備えてという部分もあるしどうだろうね難しいね公共事業という側面があったのかどうか何とも言えません。ななんんんででかとというとあのこれ給料はあんま払ってないんですよ あのここでねあの労働に従事してる人っていうのは真って法律厳しいじゃないですかでちょっとネタバレになっちゃうんだけど真って昭和以来の厳しい法律を他国に完全に適用しますつまり一切緩めませんあの他の国々に対しても真と同じような法律厳しい法律でそのまま行くんですねそうするとさあのー、今まであったら大丈夫だったようなことが犯罪にされることもあるわけですよその犯罪の罪ののを償うための懲役 懲役をこういうところでやってるんですね。万里の長城とかの建設に犯罪者が大量に連れてかれてそこでこう作らされる、えー、そういうものを建設します。ですのである意味では諸外国に対しては侵攻、侵略、領土の拡大、えー、そういったことを行っていくことになりますそして2番目見てくださいさらに始皇帝はですね、えー、国を統一しました中国を統一しましたのでそれ以外のもの様々なものを統一していきます。まずほぼ全てのの判断上が上ったのは何か貨幣ですね えー、貨幣の統一です前の春秋戦国時代で各部さまざまなあ当選とか付選とかね、えー、使ってるという話をしましたが清、えー、は貨幣の統一を行っていきます。えー、なんていう貨幣かというと実はこれ新しい貨幣を作るは作るんですね。半寮戦というですね貨幣を作っていくんですが。 ただこれは、進化兵というよりは、形、どういう形かっていうと、こういう形なんですね。丸くて四角がついていて、これは真の人がね、当時の世界をどう見ていたのかっていうのに由来するんですけど、丸くて四角穴が開いている、つまり戦国時代の沿線と同じなんですよ。沿線と同じものをそのまま、これも同じ、他国に強制するんですね。お前らもう当選とか付戦使うんだと。俺たちのお金使え。ということで、統一をしていきます。それ以外も、これ読んで読めるかな。 あ,あ、そうだね。これ、ふりがな振っといてください。製品でもいいと思います。度量衡です。度量衡、そして文字。これはさっき言いましたね。えー、車器というのは馬車の車輪の幅のことですけども、えー、それを統一していきます。度量衡って何度量衡って何ですかあ,あ、そうだね。物の単位。例えば、長さ、重さ、体積。 えー、そういったものの要石、まあ、と言ったらいいかなあというものの単位を統一していくんですね、これ当たり前で考えていると分かると思うんですけど、例えばさ、埼玉県では1メートルこの長さですよ、だけど東京都で1メートルこの長さですよ、千葉県では1メートルこの長さですよって言ったら困っちゃうじゃないですか、貿易、交易もしようがないですよね、そこで全国、日本全国1メートル1メートルこの長さですよって同じなのが当たり前ですよね。でででも今までは国が違っったたからバラバララだったんですよ それを全部真の大きさに合わせます真、えー、の大きさで全国統一しましょうということで多分ね日本でもトヨタビデオ紙なんかやってるんですけどこうマスってわかりますか入れ物とかああいうものを持っていって全部これで統一しますっていうことでやっていくんですね。でさらにですねそういうふうに厳しく統一していくでしょ法律も厳しい努力もお金も全部真のものが強制される何が予想されるかって言ったら不満を持つじゃないですか。 不満を持つと思想言論の統一も図っていきます。えー、次見てください。えー、思想の統一のため、これはちょっと線引ともいいかな。利子ですね。えー、前のプリントでは括弧になってましたが、法下で法律を重視して中央集権政策を行った利子。利、え、子、ー、の提案によって思想統一を図っていきます。それが何かというと、これは授業文マーク作ってもいいかもしれないな。知ってる人今かないるかな、これ。 上昇の利子の提案によって行った思想統一政策、超品質の用語なんですけど、読める人。ああ、これね、えっ、ー、とね、この字ね、もう読み方決まっていて、噴書って読みます。噴書。噴書、公事ですねで。この言葉っていうのは、噴書と公事に分かれておりまして、 どういうことかっていうと、噴書っていうのは、つまり真の始皇帝に逆らうような、そういった本は全部、もう分かるよね、火がある。燃やしちゃうってことです。えー、基本的にはあ全部燃やすんだけど、一応燃やさない本もあるんですね。例外があって、どんな本を燃やさないかっていうと、例えば燃やしちゃ困るやつあのい、医療系の本ね、えー、医術系の本は一応燃やしません。あとは、農業生産が必要ですから、農学書。 これも燃やしませんでこれが意外かもしれないんだけどこれ分かりますかこれ何の本これ貿易じゃないんだこれ駅って言ったら駅って何これ貿易じゃないんですよこれはね占いです占いのことを駅っていうんですね占いの本あとは歴史書歴史書だけど他の国のあの,の国の歴史書とか生の国の歴史とか全部燃やします えー、都合が悪いので真の国の歴史書だけは残しますよねそれ以外の本は全部、えー、燃やしてしまって都合の悪い意見はあ一切、えーまあ、許さないとそういった統一を図っていきますこれが文書ですで続いて皇寿皇寿というのはこの皇の字注意だねこれ必ずですね皆さん手編で書く人いますからね手編で抵抗の皇で書いちゃう人いるんですがこれ土編です ということはこの「孔」というのは土に関係する文字なんですが実はこれどういう意味があるかというとこの「孔」というのは分かる人います意味この「孔」の字が意味するものこれ何かといったら生、ね、き埋めですでこの「樹」というのはあまり深く考えなくてもいんでください、えーまあ、これ樹下の「樹」の中からもちろん来てるんですがあのあの始皇帝に逆らったあそういった連中ぐらいの意味合いでいいと思いますがそういった連中、まあ、460人ぐらいをね一気に生き埋めに。 ししましてつまり反対するやつは殺しますよっていう一切の頃何て言うのかな異論を許さないようなそういう状況が生まれていくわけです。でこの辺の経緯はですねこの後と次回のところでもう少しこう映像あの写真とか見ながら説明をしていくんですが一言で言うと皆さんのイメージ持ってほしいのは厳しいです真の統治相当に。自自分たちのものもが押ししし付けられるし自由はなない完全な中央集権だし しかも真の軍隊強いですから異論が一切挟めないんですねそんなことを言ったら殺されてしまうわけですそうすると皆さん思うわけだねあれなんか1学期に習ったのと違うぞと1学期はアッシリアの残虐な統治があってその反省からあれアッシリアすぐ滅んだでしょ滅んじゃったからアケメネシアペレシアは宗教とかそういうの寛容に文化を尊重して えー、だから長い時代ね、最後、アレクサンドロスに一撃でやられますけど、あの長い時代続いたんですよって話をしました。あれと違うじゃん、これはア、アッシリアじゃないかと、これじゃあ、と思うかもしれませんね、で見てほしいんですね、新、えー、という国、上から4番目の、4行目のとこ見てください、紀元前8世紀の春秋時代にできまして、えー、そして、これ見てね、紀元前221年に中国統一するでしょ、いつ滅んでる そう紀元前206年滅亡なんですよつまり統一からわずか15年後に真は崩壊することになるわけですですからまあいいあの質問しましたね「清、えー、って長く続いたんですか?」っていう続かないんですよ続かないで皆さんは多分続かない理由を何となくもう感じてると思うんですねやってらんないよこんな国で生活するのは。 でですので次回はです、ね、金曜日もうちょっとここ補足していきますが秦という国がなぜどういう経緯で崩壊をしていってしまったのか、まあ、始皇帝が生きているうちはまだ、ね、あいつカリ,スマカリスマ性あるからいいんだけど始皇帝が、ね、途中で死ぬんだよねあいつ、ねあのー、最後の方になると、ね、もう全部のものを手に入れるでしょそうすると何を求めると思うすべてのものを手にしてしまうわけですよ権力も財力もそう不老長寿永遠の命を求め始めるんですね。 でそれで、ね、永遠の命を求めていろんな薬を騙されて飲むんだけど彼が愛飲した最後は、ね、水,銀 <laughs> 水銀を飲んでるんです、最後それで途中でいきなり死んじゃうんですねあの旅に出てると最中に死んじゃうんですよでその死んだ後にあっという間にシンが瓦解していってその後実は、ね、私が中国市場でも大好きなです、ね、あのニートから皇帝になってしまったとっいうね凄まじい人物が出てきますのでそういったエピソードを次回紹介して2021年の授業を終わろうと思います。 えでは終わりにします。ありがとうございました。えー、ありがとうございました。えー